理研 CLST から来ました原と申します。これで、最後の、講義になると思いますが、皆様お疲れ様でした。あともう1時間半よろしくお付き合いお願いいたします。で、私のタイトルなんですけども、 NGS データから遺伝子発現を見るためのホップ&ステップというところで、私としてはこれぐらいホップ&ステップをちょっと小さく扱おうかなっていうふうに思っていたんですけども、今日は、学部生の皆さんが結構来てるということなので、そうすると学部生の皆さんにとってはこれくらいなのかなというふうに思ったりもします。で、基本的には紙で多分これをお渡ししてると思うんですけども、ネットにも置いてますが、だいぶちょっと図を削ってしまっているので、紙の方がいろいろ情報は豊富ですよということと、あとこの実習のページは皆さんも開いていらっしゃいますかね。そこに実習用ノートっていうところがあって、後半にちょっと実習をするところの操作の方法を、エヴァーノートで一番最初に、緑の帯が出ると思うので、その例に載せてます。で、ここはその話が来たら、ここに入っていくんですけども、ダウンロードは、しないでください。一応、皆さんには前もってデータを配布してもらっていますので、そちらをお使いください。で、これダウンロードする皆さんでしに行くと、アクセスが集中して、最悪の場合はIP で弾かれてしまうということがあります。では、本題の方に、入っていきたいと思います。ちょっとお待ちください。はい、いいですね。私の自己紹介なんですけども、もともと分子進化学とか比較ゲノム学っていう、生物の進化史を明らかにしたり、その進化のメカニズムを、探るというような研究をしていたのですが、現所属ですね、理研の CDB のゲノム資源解析ユニットっていうところにいて、最近ですね、ちょっといろいろあって、物理的に同じところにいるんですけども、上のセンターが変わって理研 CLST というところの所属になっています。ここで何をやってるかというと、ここのユニットはシーケンスコアラボといって、シーケンサーがあって、いろんな、理研の他のラボから、シーケンスの依頼を受けて、読んで、データを解析して、お渡しするという、そういうことをやってるんですけども、その中で、CDB というのは発生生物学の、一大拠点であるので、その動物の形態形成を対象としたトランスクリプトム解析を行っていました。それで、先ほど中里さんの話も出てたようなんですけども、シーケンサーというのはいろいろあって、で私たちの、研究室にはこのハイセック1500という、超並列のシーケンサーと呼ばれる、よく今も使われているハイセックシリーズの一つなんですけども、それが2台あります。それから、最近、デスクトップ型のシーケンサーという、ハイセックの弟分みたいな、このマイセックも1台あって、それから伝統的に使われている三眼神経検査の機械も2台持っています。それで、その中で、人数はあんまり多くないんです。でそれで、一番右端にいるのがユニットリーダーなんですけども、それと、ウェットのスタッフと、それから、配列解析をするバイオインフォマティクスのスタッフが、揃っていて、で、同じ部屋で、暮らしていますので、ウェットとドライのスタッフが密に連携してシーケンシングを進めていくことができます。でも実際には、RNA-seq は基本的には多いんですけども、ChIP-seq であったり、あとは新規に、今までゲノムが知られていない生物のゲノム配列を決めたりと、エキソムシーケンシングなどを行っています。で今日お話しすることなんですけども、HOP ということで RNA-seq、次世代シーケンシングのデータから発現遺伝子発現を知るための、アプローチをまず、ざっと、紹介します。それで実際にこの中にはRNA-seq を使って、実験を行い、解析を行いたいというアンケートの結果をいただいておりますので、そのどういうふうにその行う前に実験計画を立てていくかということを簡単に説明して、発現
まあ、シーケンスが出た後、発言を見る解析の流れをざっと紹介します。先ほど中澤さんもおっしゃったんですけども、ここを丁寧にやっていくと、1時間半そして速習コースみたいに2週間かかるところなので、今日は本当に触りだけです。でもそこでモチベーションが湧いてきたという方は、最後にリンクを載せているので、いろいろ実習をしていただけるとありがたいと思います。で、まあ、それだけではなんですので、ステップということで、シーケンスのデータ、発言データというものを少し持ってきましたので、実際にそれを可視化して見てもらおうと思っています。で、あとはこれは紹介なんですけども、RNA-seq は、まあ、大きくざっくり分けて2通りあって、一つはそのモデル生物でも遺伝子の情報が決められている生物の RNA-seq、 それから、遺伝子の情報がもうほとんどない生物の RNA-seq という2つがあるんですけども、後者は、まず遺伝子の構造を決めるというところから始めないといけないわけです。その時にどういうことをしていくかということを紹介したいと思います。で、まあ、これは最初転写産物ですね。遺伝子が、まあ、mRNA に転写されて、その配列情報をまず読み取らないといけないと。で、シーケンサーは主に DNA を、読み取るわけで、この mRNA の情報を DNA に変えるということはもうかなり、昔に、発見された方法です。逆転写の酵素を使って、mRNA から DNA に配列を起こします。それを、まあ、cDNA というんですけども、この cDNA の状態にして、シーケンサーで読み取ります。で、酸化シーケンスという先ほど、紹介もあった、ゲルを使ったりとか、それからキャピラリを使ったりというシーケンスの時代というのは、スループット、つまり、1回に、出力できる、配列の量というのは少なかったわけです。で、そういう時にはまあ調べたい個別の遺伝子の転写産物をシーケンシングするとか、まあ、もう少し時代が経って、より多く頑張ってお金と、人員がいれば頑張って、たくさんシーケンシングできるようになってくると、EST といって、転写産物を、まあ、網羅的に読もうという始まりなんですけども、転写産物を、まあ、これもひたすらシーケンシングしていくということと、それからさらに、フルレングス CDNA プロジェクトといって、CDNA を、まあ、完全帳で取ってきて、それを、まあ、カタログ化していくという、ことをするようになりました。で、実際 RNA-seq なんですけども、これは、今までのサンガーではなくて実際シーケンサーを用いて、ある組織またはある細胞に発現する遺伝子配列を、網羅的に読み取ると。で、これの情報をトランスクリプトームと言います。ただその、まあ、シーケンサーにもいろいろあるんですけども、RNA-seq に使われるようなシーケンサーというのは、短い配列しか生み出しません。まあ、大体1本のシーケンスのリードが100ベースピア前後です。ただし、一方で、シーケンサーが生み出す、リードの数というのは非常に多いです。例えば、まあ、動物サンプルの場合ですと、1サンプルにつき1000万リード前後、シーケンスされること、シーケンスされるのが、普通です。それでこうやって RNA-seq で、読まれたシーケンスのデータから何が分かるかということなんですけども、まあ、一つは遺伝子発現の定量化ですね。どの遺伝子がどれだけ発現しているか、それからサンプル間における、発現の際の動程です。サンプルの A では、少ししか発現しなかったけど、サンプル B では、たくさん発現していると。それは、まあ、読まれたシーケンスの量に比例するわけです。あとは、今まで知られていなかった転写産物を同定することができます。特に、まあ、ヒトゲノムとかマウスゲノムというのはサンガーシーケンス、まあ、ロースループットなシーケンサーを使って遺伝子構造を決められてきたので、実際にレアな、遺伝子転写産物というのは、拾えてこなかったわけです。 RNA-seq にするともう膨大な、シーケンシングするので、そのレアな遺伝子、転写産物も、拾ってくることができるようになります。それから先ほど言ったその
非モデル生物という、まあ、ゲノムが読まれていない生物の、転写産物のカタログを作成したりとか、それから、親由来と、それから親の父方由来と母方由来の遺伝子の間に、SNPs といって、遺伝子の、塩基配列のバリエーションがあるときには、父方由来の、ある遺伝子について父方由来のアリルと母方由来のアリルで発現量に差があるかというようなことを、見ることも できます。で、先ほども言ったんですけども、あの RNA 世界による発現解析というのは、転写産物があって、まあ、それに、100ベースペア前後の転写産物を、まあ、ズタズタに切って、で100ベースペア前後を読むわけです。それでその転写産物の情報にもう一回貼り付けて、そのシーケンスの貼り付いたシーケンスのリードからの数から発現を定量化します。で、複数のサンプルで発現量を比較して、例えばここの図ですと、サンプル1だと、まあ、このサンプル1のこの遺伝子に貼り付くサンプル1のリード量というのは非常に少ないと。一方でサンプル2の方ですね、はこの遺伝子に貼り付くリードというのはまあ結構多いと。で、それで、これを、定量化してやると発現量は、右のような、グラフとして表されます。このようにして、この場合は、まあ、サンプル2に特異的に発現を示すということが分かります。こうやって、特異的発現を示す遺伝子を同定していきます。で、あとは基地の、遺伝子の情報と比較して、基地の遺伝子の情報とは合わないけども、実際に、RNA から転写された CDNA に存在するという、それは新規の遺伝子であったりスプライシングバリエントであるんですけども、それを同定することができます。で、この発現解析から、どんなことが、まあ、分かってきたか、調べられてきたかということなんですけども、例えば、まあ、これは乾燥ストレス下における、まあ、トウモロコシの脂肪における、まあ応答ですね、分子レベルの応答 を調べた論文があるんですけども、それは、まあ、正常に育てた個体と、それから、乾燥のストレス下において育てた個体の間で、その脂肪から、RNA を取ってきて、でシーケンシングして、どの遺伝子に発現が異なるかということを調べたものです。まあ、そうすると、正常に育つ個体に比べて、どうやらサイクリンの遺伝子の発現が、乾燥ストレス下にあるトウモロコシの脂肪では低下している。まあ、そうすると細胞周期で G1、G2 期の間で細胞が蓄積するということが分かったりします。それから、まあ、これは発生、ツメガエルの発生段階において、まあ、いろんなステージの肺を取ってきて、肺から RNA を取ってきてシーケンシングすると、その肺発生の中で遺伝子の発現量がどういうふうに変化したかということを形式的に追うことができます。それから、これはがん細胞の RNA 接骨したものなんですけども、まあ、がん細胞っていうのは、ゲノムがズタズタに壊れてしまったり、いろんなとこが変なふうにくっついてしまったりとかするわけなんですけども、その中で転写産物を見ると、どうやら2つの隣り合っている遺伝子がくっついてしまった遺伝子があって、それがまあ悪さをしているということがあったりします。で、これはそれを網羅的に調べるための研究です。あとは、これは1細胞 RNA-seq という、まあ、今までの RNA-seq を応用したものなんですけども、まあ、例えば、がん細胞って言ったときに、がんを摘出しましたって言ったときに、その摘出した腫瘍っていうのは、がん細胞だけじゃなくって、中には血管も入ってるし、その組織由来の分化した細胞も入ってるわけです。で、がん細胞のみの挙動を見るときには、その組織ごと潰して RNA を取ってくるというのは、いろいろ、不純物が混じっている状態なんですね。なので、これは、1細胞ごとにバラバラにして、で、がん細胞だけ取り出して、シーケンシングすると、まあ、例えばあとは中枢神経系でグリア細胞とニューロンを分けてシーケンシングすると、そういうふうにして細胞それぞれの、特徴を追跡できるように今はなっています。で、実際にここからはちょっと、自分で RNA-seq を行うときにどういうふうにしていこうかなということを考えながら、聞いてほしいんですけども、例えばその異なる表現権を持つ2つのグループがあって、その表現権の差異を、
見える遺伝子を知りたいと。でそれでその2つのグループにおける、グループで発現に差異がある遺伝子を同定して、その発現に差異がある遺伝子が表現系を決めているのではないかって考えるというのは、まあ、よくあることなんですね。でじゃあこういう実験を行うときにこの RNA セクをどこでシーケンシングするかということなんですけども、まあ、お金のある研究室では自分のところにシーケンサーがあったりします。であとは、まあ、所属大学ですね、こう愛媛大学だったり私たちの研究室のような機関のシーケンシングのファシリティに依頼すると。あとは企業ですね、企業に、まあ、お金はかかるんですけどもお願いをすると。それからシーケンシングの設備を持っている、研究室と共同研究をしたりする、まあ、もしくはもともとシーケンシングしなくても、公共データベースで公開されているデータで十分ことが足りる場合には、公共データベースからシーケンスデータを取得してくるという選択肢もあります。それでじゃあ、まあ、シーケンシングするところも決まりましたと。でじゃあシーケンシングしてその後データ解析をしていきましょうというふうになるわけなんですけども、まあ、その前に、そこに進む前にちょっと一旦止まって考えてほしいということがあって、まあ、まず一つは RNA-seq というのは、まあ、それなりに今高いです。1サンプルだけやるということはなかなかなくって、発現比較解析をするのだったら、2つ以上のサンプルが必要ですし、あとで話しますけどもそのバイオロジカルデュプリケートレプリケートといって、まあ、1つのサンプルに対して複数の、データを揃える必要があったりすると、まあ、こう足し算で、金額が増えていっちゃって、まあ、数十万円かかるというのは普通なんですね、まあ、なのでお金がかかると。それから、一回シーケンシングしてしまうとまあ、そのデータがあまり良いデータじゃなかった場合にシーケンシングデータが良いデータじゃなかった場合にその後の、配列解析ですね、発現を定量したりとか2つのサンプルの間で発現の差異を見たりとそういう、計算機上の解析のところでは、まあ、なかなかリカバーできないと。なのでもうシーケンシングしたら後戻りはできないんです。なのでシーケンシングするところの、シーケンシングをきちんとしておかないと、配列解析バイオインフォーマティクス解析っていうのは決して魔法じゃないので、取り戻すことができませんということです。なので、まあ、良い実験計画を立てないといけないんですけども、良いデータ解析を、行うための、計画を立てる必要があります。でその時には、データ解析の担当も交えて、計画を練るということが必要だと考えています。で、まあ、とりあえずシーケンシングしたんだけど誰もバイオインフォーマティシャンいないからちょっとやってみたいなことになると、実際に蓋を開けてみると、なかなかその計画にあった、シーケンシングはされていなくて、読み損だったということもあります。で例えば発現の比較解析をする場合には、一つのサンプルについて1個だけではなかなか難しくってこの図なんですけども2つの、まあ、サンプルを比べてこうやって発現量赤い方が多く発現して緑の方が、少ないのか逆かなんですけどもこの2つのサンプルで発現に差異があるかどうかというのはちょっと、まあ、分かるような分からないようなという感じなんですけども、それぞれ3サンプル揃えてやるとその発現の差異というのが、まあ、明確に分かるようになります。それからあとは、まあ、その、シーケンシングしたい、生物にリファレンスのゲノムがあるかどうかと、それから、まあ、リファレンスゲノムがあった場合にはそのリファレンスゲノムで使っている系統と実験の系統の間でどれぐらい遺伝的な距離があるかとか、それからもっと、実験的なこととしては、まあ、RNA-seq にはそれなりの細胞数と RNA 量が必要なんですけどもそれが十分確保できるかなんてことがあります。
で、まあ、ここら辺は本当に実際に行っていくようなチップスなんですけども、ライブラリ調整をするときには、やっぱり先ほど言ったように RNA がたくさんないといけなくて分解してたらダメということです。で、この右のグラフはどれぐらい、RNA が、存在していて、質はどうかっていうのを見ているグラフなんですけども、バイオアナライザーという機械を使っているのですが、まあ、良い RNA というのは一番上のもので、2本ピークがピンピンと、哺乳類とか動物の前には立っています。まあ、これは、18S と 28SRライボソマル RNA で、下にだらっとすごい薄くあるのが、いわゆる、mRNA です。で、分解している RNA になってくると、このリボソマル RNA のピークが、低くなって、その分、なんか後ろの、左の方にだらっと変な、ピークが現れます。でもうさらに、分解が進んでしまうと、この2つの大きなピークというのが消えて、左の方、短い方に、よく分からない、ピークがごちゃっと現れます。まあ、それからあとは、RNA セックスの場合には、mRNA 以外の、RNA をどう取り除くかという問題と、それから mRNA をこうちょきちょき切るときに、その長さをどれぐらいに、するかというか、それから、ライブラリ調整するときに、PCR で、そのリードを増やすわけなんですけども、その PCR サイクルをどれぐらいにするかとか、いろいろ、まあ、考える要素があって、ここをうまくクリアしないと、シーケンシングして出したデータが全く使えないということがことになる可能性があります。で、次は、まあ、どうやってシーケンシングしていくかということなんですけども、プラットフォームというのは、まあ、どういうシーケンサーを使いますかということで、まあ、今回ここに見せているのはそのハイセックシリーズで、まあ、他にも、4プロトンとか、いろんな会社のシーケンサーがあります。それからサイクル数というのは、1つのリードの長さですね。100ベースペア読むのか50ベースペアの読むのか、100ベースペア読んだ方が、きちんとゲノムに、マップされるのですが、まあ、高くなると、50ベースの方が安い。あとリード数 も、たくさんあればあるほど、マイナーな転写産物を拾ってく、これたりするわけなんですけども、まあ、これもコストの問題がある。それからシングルエンドとペアエンドっていって、そのちょきちょき切ってきた、RNA をから作るライブラリーを片側から読むのか、それとも両側から読むのかという問題があります。まあ、それが、右下の図なんですけども、両側から読む場合というのは、大体その得られるフラグメントの長さから、その2つが、まあ、ゲノム上で近い位置にあるということが、分かるので、より、精度の高い、マッピング、それから発現の定量ができるようになります。それで、まあ、一般的な、データ解析の流れというのはこんな感じで、最初はベースコールといって、シーケンサーの最初のデータというのは画像データなんですね。例えばこのイルミナの場合は、SBS といって、シーケンシングバイシンセスかな、1個ずつ、もともと読みたい、DNA があって、その1本差に1個ずつ、塩基を加えていって、でそれでくっついた時に、ファッと出る、傾向を、カメラでカシャッと撮る、そういうのを、繰り返していくわけ。それが画像データになって現れているので、その画像データを、配列の文字列のデータとして、起こすことが必要です。それをベースコールと言っています。で次に、この配列文字列になったデータを、どれくらいそのシーケンスデータが良いクオリティを持っているかということをチェックすると、それで、まあ、良い、クオリティを持っているリードだけを抜き出して、ゲノム配列であったりとか、それから遺伝子配列にマッピングすると。でマッピングした結果からその遺伝子に発現する、その遺伝子の発現のする、
量を、まあ推定します。でさらに、2つ以上のサンプルの間でその発現量を比較して、優位に発現が異なっているかどうかということを調べます。で最終的に、2つ以上のサンプルの間で発現に差があるという遺伝子について、まあ、着目するようになるんですけども、その辺について機能解析などを個別に、行っていくことになります。でかなり、駆け足に、ここら辺説明しているのですけども、で実際に、これらは、まあ、計算機の中で行うわけなんですけども、まあ、すごい、ハードディスクの容量がいるんですね。最初の、ベースコールしてそのクオリティチェックを行うところですね、配列のとそれからクオリティのデータの、ファイル、ファストQファイルという先ほども出てきたんですけども、これはもう数百メガバイトから数十ギガバイト、それからマッピングデータも同じように数百メガバイトから数十ギガバイト、こんなの繰り返してるともう1テラのハードディスクがもういっぱいいっぱいにすぐなります。まあ、ただ発現定量とか発現比較解析になってくると遺伝子ごとの、発現量の、数値として出てくるようになるので、ここからは、まあ10メガバイト前後のデータとして、まあ、かなり、コンパクトになります。で、薄い色があまり出ないんですけども、実際に、この解析において必要なハードウェアとスキルなんですけども、まあ、これを、まあ、まあ我々がやっているように、我々というが、日常やっているように、書くとこんな感じになって、Linux の搭載のワークステーションを使って、まあ今私が使っているのは16CPU で、192GB のメモリで多分30TB の、ハードディスクを使っているんですけども、まあ、それはさすがに大きすぎても、まあ、ここに書いてあるぐらいの、スペックが欲しいところです。そして、まあ、その中で、先ほど言った内門っていう言葉があったんですけども、コマンドラインから、コマンドをタカタカタカって打ち込んでいって、プログラムをそれで動かして、この操作を行っていくわけなんですね。まあ、ただこの中でもここの部分は、まあ、普通のパソコンでもできちゃいます。R という、まあ、言語とそれからバイオコンダクターというその中で、生物学の解析を、動かす、パッケージがあるんですけども、それを使って実行することができます。それから個別の遺伝子の解析なんていうのは、先ほどいろいろ紹介があった、バイオデータベースを使って、文献を調べたりとか、それから、ここではあまり紹介はしないんですけども、オントロジーとかそれからパスウェイのデータベースなんかを調べてい、くことでいろいろ知識を得ることができます。で、まあいきなりいろいろ敷居が高いわけなんですけども、で配列解析において何が、まあ、困難にさせるのかっていうことなんですけども、まずワークステーションって何ぞやっていうところで、普通のパソコンとは違うのかどうかっていうところからなんですけども、まあ、ワークステーションっていうのは、まあの購入っていうのはそれなりに費用がかかって、まあ、電気屋さんで買ってくるとかそういうわけにはいかないんです。で、あとは Windows とかそれから Mac のまあ Mac、まあ、Linux の場合は Windows とか Mac のように自動アップデートとかそういうものはないので、セキュリティの対応をきちんとしなければいけないということと、それから、まあ、何せいろいろ部品がたくさん、たくさん CPU が積んであったりたくさんハードディスクが積んであったりするのでハードウェアの故障が、まあちょくちょく起きて、それについての対応にスキルをがいります。それから、先ほどもありましたトップハットとか、膨大とかそういう言葉が出てきたんですけども、その解析プログラムを、まあ、ワークステーションにインストールしないといけないということと、まあ、今もそうなんですけども、その解析プログラムというのは頻繁にアップデートされて、います。もう数ヶ月に一遍
とかもっと早い場合もあって、そのどのバージョンを使っていくかとか、どうやってアップデートしていくかって、そこら辺の、対応っていうのも、必要になって、まあ、面倒くさいことです。それから実際に、Linux のコマンドラインも使わないといけないし、 R 言語のスキルもつけないとつけないということなんですけども、まあ、ここら辺は Windows で R Studio っていうのが出てきて、まあ若干、Linux を使わなくてもいろいろ直感的にできるようにはなってきています。でさらに、まあ今のところ、まあ、普通のパソコンでできるのはこの範囲で、上のところは Linux の搭載のワークステーションを買わないといけないのかということになるんですけども、まあ、そこで、まあ、助けになるのが、先ほど紹介があった遺伝系スパコンの中で動いている DDBJ リードアノテーションパイプラインというものです。これは、まあ、先ほど紹介があったように、ウェブベースで、行えるので、しかもハードウェアは遺伝研のリソースを使えるという、なかなか優れたありがたいシステムになっているので、自分でワークステーションを用意しなくても解析することができるようになります。ここまでが実はホップでした。でここからがステップなんですけども、まあ実際にこのシーケンスデータとか発現データに触れてみたいと思います。で一つテストケースとして、1個論文を引っ張ってきました。症状バエの脳において、遺伝子の発現に私有差、オスメスの差があるかということを調べた、まあ、論文があります。で、この論文では、まあ、ハエって、まあ、症状バエって見たことあるかもしれないですけど、まあ、もうかなりちっちゃいんです。で1個体から集めてくる、脳では全然 RNA の量が足りないので、オスメスそれぞれ60個体から、脳を抽出して RNA を抽出すると、それを、オスメス1ライブラリとするします。で、今回はオスメスともにそれを2つ分用意しているので、合計4つのライブラリを使っています。それが、まあ、この、2バイオロジカルレプリケートと書いてあるところなんですけども、でこの用意したライブラリーは、イルミナハイセック2000で50ベースペアのシングルエンドでシーケンシングされています。で、ちょっと色が薄くて、見れてないですけど、印刷の方では多分見れてると思います。使用する、プログラムの、環境によって、コマンドラインで使うプログラムを、黄色の、背景で表示して、でコマンドラインでも、それから GUI といって、まあ、クリックでカチカチやっても使えるソフトウェアを、黄色と、紫の、半分の、背景で示しています。でまず、シーケンスデータの入手中というところで、4サンプル分ですね、オス2サンプル、メス2サンプルの配列を、取ってきます。でまあここは、本当は、シーケンシングして取ってくるということなんですけども、まあ今回は、公共データベースから持ってきます。で、論文に書いてある、記載されているアクセション ID からデータベースにつなぐのですが、そこについてはして もらわなくても、まあ、見ていただければいいです。まあ、これ先ほどの論文なんですね。ざーっといくとこうやって論文があって、でそれで、アクセッション ID が書いてあるところはどこかなって探すと、ここに書いてある GCE4090 など、でまあ、これを Google にかけると、GO という、データベースに引っかかってきます。で、ここの中に先ほどのショートリードアーカイブへのリンクがあるので、ポチッと押して、まあ、ちょっと見てやると、次の、ページのところちょっと見てほしいんですけども、まあ、ここには大体その、
シーケンスのサマリーが書いてあって、何メガベース、まあ、1ギガから2ギガベースの、配列が読まれていますよということが書いてあって、でそれであとはポピュレーションで、これはアフリカの、症状倍で、これはヨーロッパの症状倍で、セックスのところにはメス、オス、メス、オスなんていうのが書いてあります。それでまあこのデータを、データベースから取っていきます、まあ、ファスト Q 形式で、取っていきます。あ、ちょっと待ってください。それで、あ、そうですね、であとは今デスクトップにあのフォルダーが置いて、あ、AjaxIO とか言って書いてあるフォルダーが置いてあると思います。とりあえずそうですね、あのデータっていうところに入ってもらって、FastQ っていうフォルダーに行って、example.fastQ なんていうのを、あ、まあ、もし、Windows の操作が慣れていらっしゃる方は、ワードパッドかなんかで開いてみてください。そこに、まあ、ちょっとだけ、例としてファスト Q、フォーマットのファイルを置いています。それで、まあ、そこは、今から示すので、できなかったら無理にしなくても大丈夫です。それで、こんな感じで、先ほども中里さんの話にあった通り、4行からなる、テキストのデータになっています。で1行目に、まあ、ID が書いてあって、2行目に塩基配列が書いてあって、3番目にプラスっていうのが書いてあって、4番目にこの塩基配列に対応する1文字形式で表しているクオリティのスコアが書いてあります。で、これはイルミナのシーケンサーから出てくるとこんな形なんですけども、ショートリードアーカイブから出てくる形だとこんな感じで、ちょっと1行目と3行目見たら分かると、若干フォーマットに違いがあります。まあでもどちらも同じようなデータを持っていると考えてください。それで、まあ、こうやって配列データが出ましたと。で、なんかよく分かんない文字列が書いてあって、 ATGC だけじゃない文字列も書いてあって、で、まあ、どうやらそのごちゃごちゃ4行目ですね、ごちゃごちゃ書いてあるのはどうやらクオリティが書いてあるらしいと。でもこんなのが、数千万行とか続いてるわけで、それを、目で文字列を追うことなんていうのはなかなかできません。なので、今回は、あ、ちょっと後になるんですけども、この FastQC というプログラムを使って可視化することになります。で、可視化した結果、そのクオリティが低い領域っていうのは、まあ、使わないように、トリムしたり、それからリードごと除去するということが行われます。で、シーケンスのリードのクオリティが低下する理由なんですけども、サンプルとは無関係な配列が入っていたりすることです。一つはそのシーケンシングに使うアダプタの配列であったり、シーケンスの、シーケンスするときに塩基配列が、塩基配列の組成が非常に偏っている場合にはあまりうまく読まれないので、そういう場合にこのファイツという配列を入れることがあるんですね。それが混じっていたりすることがあります。あとは、まあ、単純にクオリティの低い配列が混じっていて、クオリティバリューというので表されるんですけども、これは推定されるエラー率で、高ければ、このクオリティバリューが高ければ高いほどエラー率が低いということが示されています。それからあとは、PCR による配列の重複が多いというのも、クオリティが低下する理由で、PCR を何回も何回もしてしまうと、PCR 由来の、重複した配列が増えてしまいます。そうするとそれは発言の定量にとっては、ノイズになってしまいます。あとは、ごく少ない種類の配列がデータの大半を占めているというのも、まあ、クオリティが低下する要因です。
で実際に、配列の取得した配列のクオリティを見てみましょうということで、このファスト QC プログラムというのを使ってみたいと思います。先ほどの AJAX.io という、フォルダの中に、ファスト QC というフォルダがあって、Windows の皆さんはこの Run Fast QC 10バットと書いてはいないかもしれないですけども、Run Fast QC で種類のところに Windows バッチファイルって書いてあるのがあります。それをまあダブルクリックすると、なんか変な黒いのが立ち上がったと思ったら真ん中に、ファスト QC っていうプログラムがこんな感じで立ち上がります。ここまで大丈夫でしょうか。単純にその Run Fast QC っていうのをダブルクリックするだけで OK です。そしたら、ファイルという、この Run Fast QC、Fast QC のこのウィンドウの左上にファイルというところがあって、そこに Open というところがあるはずです。でそうするとなんかフォルダーが、これすみません、僕のやつ Mac なんで、ちょっと、ここの中身はちょっと違うんですけども、そこからデスクトップの AJAX.io のデータ、ここまでいきますか。データまでいったら次は Fast Q で、この中で SRR571454Female1ファスト9.gz それを、クリックして、まあ、開くとしてあげてください。そうするとスタートアナリシスっていうのが、という画面になって、ちょっと時間がかかります多分。で、その間にちょっと説明しておくと、この FastQC っていうのは Java で動いていて、まあ、Windows でも Linux でも、Mac でも、どの OS でも動くようになっています。で、まあ自分でやるときにはまず Java のホームページに行って、実習ノートに書いてあるんですけども、 Java を最新にアップデートさえしておけば、まあ、大体、動くと思います。明らかにその Windows 2000とか古い OS だとちょっと分からないんですけども、まあ、Windows 8.7 とか8とかそこら辺以降だったらまず大丈夫なんじゃないかなと思います。それで、まあ、こんな画面が出て、左の方に、いろいろ書いてあって、さらにアイコンで、緑と黄色と赤の印がついています。それで、まあ、まずはベーシックスタティスクスというところで、まあ、ここには基本的な情報が書かれています。で、どんなファイルでどんな、クオリティバリューですね、それを1文字で表すときに、どのような形式を使っているかということと、それから、シーケンスのトータルの数ですね。これ、500万本使っのファイルに今しています。これは実際は今は見なくてもいいんですけども、このさっき開いたファイルというのはだいたい291メガバイトあるんですね。でこれは実はこの FastQ ファイルの FastQ って後に GZ と書いてあって、圧縮しているんですけども、圧縮してこのサイズで、まあ、多分これ圧縮しない と、1ギガバイトぐらいあるファイルです。でこの500万本の、配列に対して、いろいろなクオリティを
見ることができます。でこれ2番目なんですの、アイコンのところをクリックしてもらえるとパワーベースシーケンスクオリティというものが表示されます。これは、先ほど言ったようにこのシーケンスは51ベースペア、読んでいるので1ベース目から51ベースまでの、それぞれの、それぞれにおけるそのクオリティの、まあ、平均とそれから、ばらつきを表しています。で最初の、まあ14延期ぐらいはちょっと低め でそこから、クオリティは非常に高い40とかそれに近い値になってだんだん、30ベースペア過ぎる頃に、右肩下がりになっているような感じになっています。で次は4つ目ですね。このパワーシーケンスクオリティスコアっていうところがあるんですけども、これはさっきは1ベース目、2ベース目、3ベース目っていうところで平均を取ったんですけども、これは各リードのクオリティスコアのクオリティバリューの分布を表したものです。で、まあほとんどの配列は非常に高いこの35以上のところに偏っているんですけども、一部の配列は非常にクオリティが低いということがわかります。あとは、これは、次ですね、パワーベースシーケンスコンテントということで、1ベース目から51ベース目までに ATGC がどのような割合で含まれているか。で、まあ、11ベース目くらいまでは非常になんかごちゃごちゃとばらつきがあるんですけども、それ以降は、おそらくこれはトランスクリプトームの平均ぐらいのところに ATGC が、きちんと分布されているということが、示されています。であとはこれは次は、GC コンテンツの分布で正規分布に比べてなんかすごいごちゃっと、変なことになっています。これは次はパワーベース N コンテンツというのは、シーケンスに失敗して、ATGC じゃなくて、ATGC と区別できなくってその場合は N っていうのが、挿入されるんですけども N が含まれている割合っていうのを見てるんですけどもこれはそのエラー、シーケンスが読めなくて N になっているっていうものは全くなさそうだということが分かります。で、次、シーケンスレングスディストリビューションっていうのは、シーケンスの長さですね。まあ、51ベースペア読んだので、みんな51ベースであるということが示されています。あとはこれはシーケンスデュプリケーションレベルといって、同一の配列がどれくらい現れているかということなんですけども、まあ、RNA-seq の場合は、一つの、遺伝子が、何回も何回も重複して転写されることが多いので、シーケンスのデュプリケーションが高くなっている場合があります。なのでここの、アイコンが緑じゃなくても RNA-seq の場合はそんなに気にする必要はないです。あと次は、まあ、オーバーリプレゼンテッドシーケンスといってよりそのシーケンシングデータの中に、多く見られた配列を表しています。でこれの中見ていくと、トゥルーシックアダプターといってこれシーケンシングに使う、アダプターなんかがあったりして、まあ、これはよく見られるものです。で一応まあこの、ウィンドウはこのまま、開けておいてください。でまあ、こんな感じで見ることができましたと。でこれはちょっと取ってきた悪い例なんですけども先ほどの、ウィンドウのデュプリケーションレベルに比べて、青の線が、左の方の青の線がなだらかになっているのが分かると思います。これはデュプリケーションしているもの重複している、2回とか3回4回という少ない回数で重複しているものが多いという現象を表しているんですけども、これは、PCR を、ライブラリ調整の段階で PCR をやりすぎたという例です。PCR のサイクルを、不必要に回してしまったので、余分な、重複している配列が増えてしまったということです。まあ、
こうなると、発言の定量に、影響を及ぼす可能性があります。あとは、パワーベースシーケンスコンテントのところですね。今の図では、AT と GC が、まあ、それぞれ分かれて2本固まって、ずっと伸びていたと思うんですけども、これは見る人が見たらなんかサンガーシーケンスの、波形のようだななんて思うかもしれませんが、これはある一つの配列が、とても多く含まれていたために、このようにそれぞれの、塩基のところで、代表する、ATGC の塩基が見えるようになってしまったというような例です。で、まあ、こんなんが含まれていると、なかなか使いづらいので、使えるデータを抽出するということが必要です。で、一つはアダプタ配列の除去なんですけども、DNA、RNA を取ってきてフラグメント化して cDNA にしてるんですけども、その DNA のインサートが短い場合には、DNA のインサートがシーケンスのリードよりも短い場合には、インサートを通り越して、その向こうにある、アダプター配列まで読んでしまいます。なので、このアダプター配列を取り除くということと、それからクオリティが、低い塩基を、取り除いてやる必要があります。クオリティが低いというのは、よりエラーが起こっているかもしれないということなので、シーケンシングのエラーを、の影響を受けないためにも、クオリティスコアが低い塩基を除去して、やることが必要です。それで、まあ、ここに挙げている、この上にあるのは、これは Linux などのコマンドラインから使うプログラムです。で、下の Flinsec というのは、これは、Windows とか、それが Mac の、上でクリックでカチカチやりながら、使えるプログラムです。で、まあ、今回、Flinsec は動かさないんですけども、まあ、ある方法で、クオリティの低い配列であったりとか、アダプターを取り除いた配列を作ってきましたので、そのクオリティをチェックしてみましょうということで、また、FastQC のウィンドウに、戻ってください。で、このまま、左上のファイル、オープンと行くと、さっきのファスト Q のフォルダーがそのまま開かれるんじゃないかと思います。そこで、その一番下ですね、SRR571 Female1 Trimmed Fast Q 点 GZ というのがあるので、それを、開いてください。で、またこれで、ちょっと、計算が始まります。パワーベースシーケンスクオリティを2つのデータの間で比較してみてください。それから、パワーシーケンスクオリティスコアーズのグラフであったりとか、それから、あとはシーケン、オーバーリプレゼンティッドシーケンシーズなんかを見てみてください。はい、私の方でも終わりました。まず、ちょっとだ最初にベーシックスタティスティックスのところで、トータルシーケンスというところ、シーケンシーズというところなんですけども、418万ぐらいになっています。まあ、これは500万の中で、80万ぐらいは、クオリティが低いということで、悪いということで取り除かれているということです。で、それで、パワーシーケンスクオリティなんかを比べてみると、若干ダレはあるんですけども、その左端、あ、すみません、右端の方の50ベースペアのあたりの、クオリティスコアがこう、ダレてくるっていうのが、だいぶ軽減されているのがわかります。あとは、パワーシーケンスクオリティスコアなんですけども、もう、
平均のクオリティスコアが29より小さいものが、なくなっているという状況ですね。トリム前のやつは、29より小さいクオリティスコアのリードも、まだまだたくさんあったんですけども、それがすっぱりなくなっているという状況です。でそれからオーバーリプレゼンテッドシーケンシーズには、アダプターと書かれたものが取り除かれていることがわかります。こういうように、実際に、データ解析するときには、クオリティの低い、リードを取り除いたりすることが多いです。それでは、次に進みたいと思います。で今度は、マッピングという操作をしていかないといけないんですけども、ハエの RNA セクを行ったので、ハエのどの遺伝子でどれだけの、発現があったかということを見ないといけないんです。なのでハエの遺伝子データというのが必要になります。でそれはゲノム配列データと、それからアノテーションされた遺伝子データというものを使うことになるんですけども、それを、公共のデータベースから取ってきます。まあ、よく使うのがこの iGenomes という、イルミナ、さっきのシーケンサーの会社が、提供している、データベースです。あとは、まあ、UCSC です。 UCSC ジノムブラウザーと、それからアンサンブルというデータベースに、まあ、このような情報が落ちていて、それ以外にも、ここに載っていない生物種なんかは各ゲノムのプロジェクトのウェブページであったり、データベースなんかに、この情報が載っていることが多いです。で、マッピングといって、その100ベースペアなどの、まあ、長さの読んだリードを、ゲノムとか、遺伝子配列に貼り付けていくことになります。でこのシーケンスをリファレンス配列に貼り付けるということを、今のハエの場合は、まあ、さっきも言いましたように、まあ、できれば最新リリースの症状場合のゲノムデータベースから配列データと遺伝子アノテーションデータを取得します。それでこのアノテーションデータの遺伝子構造をガイドにして、先ほどのクオリティチェックを行った各サンプルのシーケンスのリードを、スプライシング構造を考慮してゲノム配列にマッピングして、入力はファストQで、出力はさっきも出てきて覚えてると思うんですけども、バムもしくはサムファイルというものを使いになります。で、シーケンスリードを リファレンスに貼り付けるというところでは、まあ、これも、Linux のコマンドラインから、行うんですけども、いろいろプログラムがあって、スプライシングを考慮してゲノム配列にマップする場合は、まあ、トップハット2とか、その後継版のハイサットっていうのがいいんですかね、が今出ていますが、まあ、こういうのを使っていて、転写産物にマップする場合には、BWA とか傍体2っていうものが使われることが多いです。で今も言いましたけども、インプットというのは、ファスト Q の、シーケンスリードの配列と、それからリファレンス配列の、データで、アウトプットはサム、バンフォーマットです。で、でサムファイルというのは、先ほども説明があったんですけども、リードがマップされた位置とか、それから一致度とか、それからマッピングの状態なんかを表します。まあ、マッピングの状態というのは、ここに、これはセルイノベーションのウェブページでいろいろ書いてあるので、ぜひここは参考にしてもらいたいんですけども、このサムファイルの2番目のこの0とか16とかって書かれているところの数字にはいろんな意味があって、例えばペアか否かとか、それから、次は例えば、リードがマップされたかどうかとか、そういうのの条件をここ全て足していったのが、左から2番目の数字になります。なので0っていうのはここには何もないので、シングルのリードが、順方向でマップされたと。で16というのは、
この16、これだけですね、この状態だけが、示されるので、逆方向にマップされたというような状態を表します。で、さっきクオリティテックの話が出てきたんですけども、マッピングしないとわからないデータの質っていうのもあります。で、リファレンスのこの今だったら症状外の、ゲノムにマップされるリードの割合が高いかどうかということで、もし例えば症状外にマップされるリードの割合が 30% で 70% そうでなかったら、何か別のものが別の生物の、DNA が混じっている可能性があるんですね。それをコンタミネーションというんですけども、そのコンタミネーションの可能性があると。それから、マップされるリードに偏りがあるかないかということなんですけども、まあ、例えばこれジンボディといって、遺伝子の、5プライムから3プライムまで、一様に、マップされているか、それともどっちかの、端だけ、極端に少なくマップされているか、それによって、ライブラリ調整がうまくいっているかどうかというのを見ることができます。それで、ここでは使用するソフトウェアで、コマンドラインで使うのが上に書いてあるもので、コマンドラインでも使えるし、それから、クリックでカチカチやっても使えるのがこのクオリマップというものです。で、今回ちょっとこのクオリマップというのを使ってみましょうということで、とりあえずこのファースト QCM も消してしまってください。で、フォルダーですね、AJAX-IO の開くと、クオリマップ V2.1.1 っていうのがあります。で、どうなってたかな、クオリマップって書いて、Windows から見ると、クオリマップっていうのが、3つダダダと並んでいるんですけども、その中で Windows バッチファイルと書かれているものですね。それをダブルクリックしてください。で、なんか R についてうんたらかんたらって警告が出ると思うので、まあそれは OK と押してください。これはすべてのフルで、使うためには、R とそれからちょっとパッケージをインストールしてないといけないんですけども、それがなくても、一部のというか、まあ、大部分の機能は動かすことができます。それで、このファイルというところをクリックしてもらって、ニューアナリシスで今回は、RNSQC というのをクリックしてください。で、BAM ファイルとあるので、これにまた、デスクトップアジャックス用データまで行ってください。で、そこまで行ったら次、マッピングです。マッピングというフォルダを開いて、どうしようかな。SRR571454 フィーメール1トリムドアクセプティッド点 BAM という。のを開いてみましょう。で、次アノテーションファイルというところは、今開くとマッピングのディレクトリのまま、フォルダのまま開かれていますかね。そこに genes.gtf っていうのがあるので、それを開いてください。で、なんか後ろの黒いウィンドウはガガガガガといろんな文字を吐き出して動いているのを、横目にしながら、右下の Run Analysis っていうのをクリックしてください。で、これもおそらく皆さんの方が早く終わると思います。これも Java なの、Java のアプリケーションなので、OS 問わず、動かすことができます。で、こんな画面になったと思います。で、まあ、横の、いろんな文字が書いて、
このインプットデータ&パラメーターズっていうところをクリックすると、まあまあ、ここはどんなファイルを開きましたっていうところだけなんで、次のサマリーっていうところを行くと、このファイルにはどれだけ、マップされたリードがあるとか、いろんな情報が入っています。でこのファイルはあまり良くなくって、あのトップハットっていうプログラムをかけると、マップされたリードとマップされなかったリードを分けて出力してしまうので、ノットアラインドっていうところはゼロになっています。これ全部マップされちゃったデータです。なのでこのファイルだけではそのどれぐらいこの症状媒のシーケンスリードが、症状媒のゲノムにマップされなかったかっていうことが分かりません。まあなのでそれは、まあ、ここでは出てこないんですけども、トップハットっていうプログラムをかけたときにアンマップドっていう、ファイルが出るので、それと比較する必要があります。で、まあ見ていただきたいのがこのカバレッジプロファイルアロングジーンズというのです、これ5プライム側から3プライム側まで遺伝子を100分率でこう区切ってたときに、どの領域にどれだけマップされているかということを示しています。まあ、これは右肩が上がっていって、左に行くに従ってこうダラダラと少なくなっているんですけども、これは3プライム側がたくさんマップされて、5プライム側があんまりマップされていないという状況です。で、まあ、これはどういう状況かっていいますと、まあ、これを見る限りこの右の、グラフですが、それっぽいなというふうに思うと思います。で本当は、まあ、こう真ん中のようにちょっと端っこは下がっているんですけども、真ん中ら辺はこう一応真っ平らになっているように、見えてほしいんです。で、まあ、こういう場合、右のようになってしまった場合というのは、その、RNA を抽出して mRNA を取ってくるときに、スリムプライム側にポリ A がついているという条件で、mRNA を取ってくることをしているんですね。でその時に、RNA がちょっと、分解しちゃっていると、5プライム側の方の、RNA がない状態で拾ってきたりと、それからまた逆転写によっては、ポリ A から、3プライム側から5プライム側に、フルレングスの、mRNA を逆転写していて途中で止まってしまうと。なので、5プライム側の、逆転写がともかくうまくいっていなくって、それがマッピングに現れていますよという状態です。あとは今回はシングルエンドのなんですけど、ペアエンドリードの場合にはそのペアの、マップした位置を見ることによってフラグメントの、RNA を、まあ、切ってきた、そのフラグメントの長さの分布を見ることができます。これは、まあ、マップされたフラグメントのインサートの分布と、それから、ライブラリ調整の時のインサートの分布っていうのを、まあ比較してきちんと、想定されていた全ての、長さのインサートの長さで、シーケンシングされているかということをチェックすることができます。でここでようやく発現定量に入ってきたんですけども、このマッピングデータを使って、どの遺伝子に、どれだけマップされたかということをもとに発現を定量します。で、まあ、発現プログラムというのは、下に書いてあるようにいくつかあるんですけども、まあ、マッピングプログラムと、まあ、相性というか、相関性が、指向性があって、まあ、トップハット2とハイサットっていうのを使うときはこのカフリングスとか、ストリング対応を使うのがいいですし、ボータイ2とかは BWA っていうのは、まあ、RSEM とかエクスプレスっていうのを使うのがいいです。で最近はもうマッピングのデータなしに発現定理をしちゃおうという、プログラムもあって、その場合には、マッピングデータは必要ありません。で、まあ、よく使われるのが先ほども言ってるように、言っていたそのトップハットっていう方法と、それから今言いましたカフリングスっていう方法で、トップハットっていうのは膨大というプログラムを使いながらマッピングします。でそれでその後でカフリングスっていうのを行うんですけども、これをタキシードパイプラインと呼んでいて、
まあ、トップハットはシルクハットのことで、あの帽帯っていうのは蝶ネクタイで、カフリンクスっていうのはあの、まあタキシードとか着た時の、シャツのカフスにつけるボタンですね、そういうちょっと、奇差な名前がついています。で発言定量なんですけど、そのマップしたリードの数というのは、リードの総数や転写産物の長さによって、正規化されて、CPM とかそれからこの RPKM、FPKM というような値に直されます、まあ、例えばこれ、遺伝子の長さが1200ベースとして、それで、ここには7個のリードがくっついていて、サンプル1は7個のリードが、マップされて、サンプル2では、20個のリードがマップされています。でこの時に、RPKM とリードパーキロベース、1キロあたりのエキソン、さらに、100万リードのあたりに、何個のリードがマップされているかということを表す指標なんですけども、サンプル1のこの遺伝子1ではの RPKM の値は 1.67 で、サンプル2は 4.17 と、こっちの方が発現量が高いということが分かります。で、遺伝子2では、サンプル1が多く張り付いているように見えるんですけども、まあ、RPKM は 2.87 で、サンプル2の方は、RPKM は2で、ここの母数ですね、母数のリードの数が違うので、こっちがたくさん張り付いているように見えるんですけども、実際にはそんなに変わらないということが分かります。ただこの RPKM、FPKM っていうのはどうやらあまり今は使わない方がいいぞっていう動きがあったりして、今この TPM という、値を使うようにもなってきています。でこうやって発現量を、推定して、で今度はサンプル間でオスと、今回症状外のオスとメスに分けて2群間で、発現量に差がないかということを統計検定を行います。でその時に気をつけてほしいのは、発現遺伝子の構成によって正規化が必要です。で、この2つの、まあ、サンプルがあって、青と黄色の発現量は同じなんだけど、赤の発現量はこんだけガッと違うときに、例えばこれを100万リードあたりの、遺伝子発現量みたいなふうにしてしまうと、この大きな赤い四角に引きずられて、相対的にこの青と黄色の遺伝子の発現量が小さくなっちゃうわけなんですね。同じ遺伝子の発現量を実際には持っているにかかわらず、シーケンスのリード数で見てやると発現にどうやら差があるように見かけ上見えてしまうと、この場合には正規化が必要です、まあ、こういうことはこの比較解析のプログラムの中で、実際に行われているので、何かし、まあ、マニュアル通りに、きちんと、コマンドを実行すれば、大丈夫です。でこれはこの発現比較解析のプログラムというのは、R の中のバイオコンダクターというパッケージに含まれているので、実際には R を起動させて、コマンドを打って解析を行うことになります。それで、まあ、こうやって Linux のワークステーションを使いながら、コマンドラインを打っていくわけなんですけども、今やったようにファスト QC とか、まあ、ちょっといいパソコンがあればできるし、発言の比較解析なんていうのは、まあ、R とバイオコンダクターを使えば普通のパソコンでもできるし、真ん中の重たい解析は、遺伝系のスパコンを、使えばなんとかできると。なので、まあ実際に、解析をしようと思ったときに、そのコンピューターのハードウェアの、スケールと、それから、まあコストというのは格段に今は抑えられるようになってきています。で発現データを可視化するときには、この遺伝子の、全ての遺伝子のプロファイリングによって、サンプルをクラスタリングして、オス同士の、発現プロファイルが近い、メス同士の発現プロファイルが近いなんていうふうに表したりとか、それから、その2群間でオスとメスの間で発現に差がある遺伝子を、図示したりとかします。これは例えば、この MA プロットっていうんですけども、横軸が発現量、縦軸がオスとメスとの発現比ですね。でそれで優位に発現が違うとされたものはこの赤の点で書かれています。でちょっと実際に IGV という、
ブラウザを使って遺伝子一つ一つの発現をちょこっとだけ見てみましょう。でまた、デスクトップのアジャックスイオンの中の IGV2.3.59 というところに、Windows で見ると多分 IGV と書かれたファイルですね。で種類のところに Windows バッチファイルとかそんなことが書かれていると思います。それをダブルクリックしてください。そうするとちょっと時間もかかると思うのですが、多分動いていると思います。あ、出てきた。こんな画面が出てきたと思います。で、なんかセキュリティの画面が、それはですね、はい、NC でいいな、キャンセルしたらいいな、キャンセルで、はい、いいそうです。それで今多分皆さん、僕のところはちょっと違うんですが、皆さんのところは右上のところ、ヒューマンか何かが出てるんじゃないでしょうか。なのでハエのゲノムに変えたいので、ただハエのゲノムがなさそうなのでモアというところにしてください。僕の方はちょっと、私の方はちょっともうハエのを入れてしまっているんですけども、モアっていうのを入れるとここにおそらく D メラノガスター DM6 というのが多分あると思うので、私はもう選んでしまったのでないんですけども、ここの D メラノガスターっていうところに DM6 というのがあるはずなので、それをクリックして OK としてください。そうすると私の方と同じようにこんな 2L2R3L3R4XY というふうに上に書かれた画面になると思います。それでこれで症状媒の発現量を見るためのゲノムのセットを整えることができたので、実際に今度は、発現の、マッピングのファイルを取っていきたいと思います。またデスクトップ、アジャックス、イオ、データ、マッピング。さっき使ったのと同じですね。SRR571454 フィーメール1トリムドアクセプティッドバムというのがあります。それを開いてください。とりあえず今そのままにしておきましょう。で、もう一回ファイルを開けます。ファイル、ロードフロームファイルから、同じくマッピングというフォルダにもう来ているので、今度は、SRR571456 メールですね、オスの方、メール1トリムドアクセプティッドデンバムを開いてください。そうするとこうやって2つの、真ん中が分断されて2つの画面になりました。で、ちょっと時間がないので、配列自体を調べてもらうことは、ちょっと遺伝子を調べてもらうのはやめようと思うのですが、優位に発現が異なる遺伝子っていうのをちょっと見てみたいなと思いまして、例えば、そうだね、ここの上の検索ウィンドウに、ROX2、で入れてエンターを押すと、ちょっとこうやって、お待ちくださいみたいな感じになって結果が出ます。で、一番下見てください。ここ ROX2 遺伝子が、クロモソーム X の、
11メガのあたりにあるということが分かります。で、それで上と、フィーメールとそれからメール、メスとオスの、比較してもらうと、下の方だけごちゃごちゃごちゃっとあって、上の方は全くないと。で、この、メールの方の下の方ですね、ちょっと今、たくさん出てきてしまってるんですけども、これ、ここに書いてあるのが一個一個のマッピングデータです。で、上のこの、グラフがそのマッピングデータにから割り出したこの、マッピングされている厚さですね、まあ、発言量と相関があるものです。で、オスの方はこんなに発言しているのに、メスの方はちょこっとだけしかマップされたリードがなくって、まあ、発言しているのがほぼゼロであるということが、可視化されます。まあ、後でもし時間があったら、いろいろ、もし症状媒の、発生生物学とかやっていて、いくつか遺伝子名知っていたら、さっきの検索ウィンドウに遺伝子名を放り込んだりしてみて遊んでみてください。で、それで、まあ、最後ちょっと駆け足になるんですけども、デノバアセンブリについてお話しして、今日の授業を講義を終わりたいと思います。その前に、まあ、発現差がある遺伝子から何を得るかということなんですけども、発現差がある遺伝子について、どういう機能を持っているかとか、そういうのを、個別に機能解析をするとか、それから基礎の知識をもとに、発現差がある遺伝子というのは必ずしも1個じゃなくて複数見つかってくるので、その遺伝子群としての特徴を、発見するために、ジーンオントロジーとかパッセイとか知識ベースの解析を行うことができます。で、デノブトランスクリプトアセンブリーといって、リファレンス、まあ、ゲノムがシーケンスされてない場合というのは、RNA-seq のシーケンスリード、まあ、100ページとかそのものをそのままアセンブルして、トランスクリプトーム配列を、遺伝子転写産物ですねの配列を再構築することができます。まあ、それに使う、トリニティというのが、まあ、一番有名なプログラムなんですけども、これは、Linux でコマンドを打って使うプログラムなんですけども、遺伝研 の、 DDBJ リードアノテーションパイプラインにも入っているので、ウェブベースでも、遺伝研のスパコンの力を借りて使うことができます。で、実は私は、まあ、結構メインはこちらの方のことをやっていて、まあ、今私たちのチームでは、まあ、いろんな、生物の、トランスクリプトムをシーケンシングしてこうやって再構築しているわけです。ちょっと、まあ、いろいろ未発表のものがあるんで影にはしてるんですけども、大体どんなのを読んでるかっていうのは分かると思います。で、まあ、その中で一つはヤモリのシーケンストランスクリプトームなんかをやっていて、まあ、発生生物学で、は、まあ、羊膜類といって、哺乳類とか鳥類とか爬虫類を含む生物でモデルになっているのは、まあ、ニワトリとマウスだけなんですね。で、爬虫類の過程でどのように形態が多様化したかということは実はよく分かっていなくって、まあ、そこでモデルの生物を作っていこうなんてことで、ヤモリのトランスクリプトームとゲノムプロジェクトを進めています。あとはちょっとここら辺は深い話になるので、若干スキップしながら行くんですけども、じゃあ実際にシーケンスのリードをどうやってどれだけ読んだらいいかということなんですけども、まあ、読まなすぎても、全然トランスクリプトームが再構築できないし、読みすぎると、コストがかかるし、エラーがいろいろ悪さをするということで、まあ、どれくらいが、まあ、適当かっていうのを測るので、網羅性を測る指標というのがあります。で、まあ、その一つは配列の長さ、トランスクリプトームで構築された配列の長さなんですけども、それ以外にアセンブリの中に復元された、遺伝子数というのを指標にすることができて、今それを使って解析をしているんですけども、その指標となる遺伝子を今までは真核生物広くに保存してきた遺伝子っていうものを使っていたのですが、まあ、そうするといろいろ哺乳類の系統では、ゲノム重複が起きていたりとか、鳥類の系統で大きな遺伝子の欠失が起きていたりとかで、あまり、脊椎動物の中をケアできていないので、脊椎動物に特異的な、リファレンスの遺伝子セットを作って、どれくらいそのトランスクリプトームの中で遺伝子が、再構築できたかということを指標にすることを行っています。
あとは、まあ、なんやかんや言ってその今まで話してきたことはショートリード神経差といって、まあ、100ベース200ベースの世界の話で、これにはやっぱりその中で、例えば遺伝子だったら数キロとか、まあ、ゲノムだったらもう数メガとかそういうのをつないでいく、100ベースを基本につないでいくなんていうのはなかなか難しいんですね。でここではなんかそんな漫画があるんですけども、トランスクリプトもちょうだいって言って、配列をしてちょうだいって言ったらまずこうやっていっぺんシュレッダーにかけてシュレッダーの中からこの赤いトランスクリプトだと思われるものを組み合わせて、はいこれができたよって言ったら、まあ、真っ赤じゃなくていろんな変なものが混じっていったりとかするとか、そんな感じで短いものから長いものを再構築するっていうのは、まあ、非常に、チャレンジングな問題なんです。でそれを解決するのが先ほども話があったパックバイオ、シーケンサーで、もう一気に10キロの、10キロベースの、リードを読んでしまうので大部分の停車配列について全長をシーケンスすることが可能になっています。まあ、ただ値段も高いし1回に読み取れる、シーケンスのリードの数もそんなに多くはないので、まあ、マイナーな転写産物というのはなかなか再構築今のところはしにくいのではないかなというふうには思います。ですが、まあ、結構これからは、主流になっていくかもしれません。でここら辺今お話ししたことって本当に概要の概要で、シーケンスを触っている人にとってはホップの、ほの字ぐらいのお話だったわけです。でここから先、実際に手を動かして、シーケンシングの解析をしていきたいという方には、より詳しいガイドが載っている本があるようなまあ出ています。で先ほど中里さんから話しもあった通り、もう、計算機ですね、 Mac の買い方から説明しているらしいという、僕もまだ中身をちょっと見ていないのですが、そういう本も今出版されつつあるので、ぜひこういうのは参考にしていただければと思います。まあそれ以外にも後でここら辺はリンクをたどって見ていて、見ていただければと思うのですが、実際にコマンドラインでコマンドを打ってシーケンシング解析するにはどうすればいいかということを説明した講習の資料であったりビデオであったりというのが日本語で出ていますので、実際に解析を行う際には参考にしていただければと思います。以上です。